さあスタートを切りました。25頭ほぼ揃いました。一番人気のエルハーブは例によって控えていきます。エプソムダービー1マイル4ハロンは芝の2400メートルです。25頭がまずやや右にカーブを取っていきます。坂を上がっていきます。ミスターベイリーズ今日も先行策に出ます。外の方です。黄色の勝負服パーティーシーズン、さらには足毛のザ・フライングファントム、シカウィッカ、この辺りが先行策。1番人気のエルハーブは後ろから4頭目、そして2番人気のブロードウェイフライヤーも控えて中段の外です。新緑鮮やかなエプソム競馬場、内立ちの方に25頭が固まってきます。ゆったりとしたペースで坂を上がっていきます。先頭はミスターベイリーズです。外側にウィッシング、パーティーシーズンが少し下げています。それから前の方でザ・フライングファントムは足毛の馬、一番内側に近ウィッカです。それからシャドーロールのウェイアンカーも前から4頭目、2番人気ブロードウェイフライヤーは外から少し上がっていきます。1番人気のエルハーブは一番後ろの方でまだ後ろから 5,6 頭目です。前の方固まっています。流れは落ち着いています。左にカーブを取っていきます。少しずつこの辺りペースが上がってきました。まもなく 1000m を通過します。エルハーブはまだこの集団の一番後ろの方、青い勝負服がチラッチラッと見えています。さあミスターベイリーズ近ウィッカ2頭が前先行策、おっと1頭落馬、落馬です。ホイヤー落馬、ホイヤーが落馬。前に走っているキングズシアターは大丈夫ですが、後ろのサンシャックパッドエブリー騎手が立ち上がりました。アクシデントがありました今年のエプソンダービー。さあこれから最終コーナー、タテラムコーナーに向かっていきます。先頭はミスターベイリーズ1馬身のリード、近ウィッカ2番手、その後ろにウェイアンカーはシャドーロール、内側にカーマシーンが上がります。その外にウィッシング、さらにはウェイティング、渡辺隆さんのショコラドメグロ、画面の左足時々見えていますが黄色に赤袖ちょうど中段です。さあタテラムコーナーです。この辺りでリードを広げたミスターベイリーズがリードを広げた、2冠に向けてリードを広げていきます。6馬身7馬身があります。それから近いウィッカーはいっぱいになりました。そしてカーマシーン、ウェイアンカー、カーネルコリンズが上がってくる。キングズシアターが上がってきた。キングズシアター2番手に上がった。それから1番人気のエルハーブはまだ内側だ。4番手に上がってくるところ、先頭はミスターベイリーズ200、残り400を切りました。ミスターベイリーズ先頭、さあ2馬身から1馬身と縮まってくる。キングズシアターと、そしてカーネルコリンズが追い上げる。その後ろにエルハーブ、その後ろからエルハーブ、青い勝負服、先頭はキングズシアターだ。キングズシアター先頭、外からカーネルコインズ、そして一番外にエルハーブ、エルハーブが外から来る。エンジンに火がついた。エルハーブだ、エルハーブだ、エルハーブ先頭、エルハーブ1着、エルハーブ勝ちました。2着にキングズシアター、3着カーネルコインズ、勝ったのはエルハーブです。